料です。オリーブ油、ウスターソース、ほうれん草、じゃがいも、人参、玉ねぎ、ひき肉、カレー粉、そしてチョコレート一かけらです。ほうれん草は茹でてミキサーにかけてペースト状にします。玉ねぎはオリーブオイルをひいて飴色になるまで炒めます。煮立ってきました。次にひき肉を入れます。ウスターソースを入れます。かき混ぜていきます。さあ、いよいよ最後の仕上げとなります。ここで最後に川口家の魔法の一かけらと言われているチョコレートを注入します。じゃーん、川口家のカレーの出来上がりです。野菜嫌いの私はほうれん草をペースト状にすることによって食べやすくしています。小さい頃からチョコレートをカレーに入れると何でも美味しく食べれると勘違いしていたそうで、野菜嫌いの私も野菜が食べれるようになったので、チョコレートは魔法のかけらと呼んでいます。そしてこのらっきょうは95歳のひいおばあちゃんが作ってくれたお手製のらっきょうをいつも手元に置いて食べています。ではこちらの今日はライオンカレーなんですけど、食べてみたいと思います。いただきます。とっても美味しいです。私にとってカレーとは、野菜嫌いを克服して今のこの健康な体を作り上げた元気の源です。